演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーです。ベイスターのチョコバーというものを食べてみて、どういう感じなんだろうな。ブラックサンダーみたいなやつなのか。ただ思った感じ結構重いんですよね、この見た目に関して。こういう感じなんです。どんな商品なのか、結構ずっしりとした感じの感覚があって、カリッが食べ応えがありそうな、そんな感じです。と中身はこんな感じですね。なんかよくあるチョコバーみたいな音が。中身割ってみようと思ったんですけど、ちょっとこんな感じで中身が出てきましたね。これ完全に割るのは無理かな。ではもうこの場でいただきます。ちょっと思ってたのと違うかな。キャラメルもこれでソフトなんですか。ちょっと中身を見ずに見えたかもしれませんが、キャラメルがかなり濃度が濃くて、いわゆるあの小粒になっているキャラメルをかなり、あのキャラメルがさらに大きくなっている、そんな感じの食感でしたね。なのでチョコレートとは言ってもほぼキャラメルといった印象ですね。ピーナッツの食感もあるにはあるのですが、ほとんどキャラメルの影に隠れてしまったのがありますので、完全にキャラメルの干渉というような感じになっていますね。美味しくはあるのですが、ちょっとチョコレートやピーナッツを期待するとかな。そしてソフトって書かれているんですけど、結構硬かったので、その辺もちょっと違うかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと柔らかくして、あっさりいく方がいいかな。ソフトっていう名前だ。ハードだったらもうちょっと点を上げられたのですが、それでは元旦に強情っぱりを直すなり、元旦ぐらい素直になりましょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただける、そしてよろしければ動画を拡散していただけると、他の動画も見ていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。